中国南方カルストは、中華人民共和国南部に広く見られる多様なカルスト地形の良好な代表例として2007年6月27日に登録されたユネスコの世界遺産リスト登録物件である。当初、中国の雲南省石林、貴州省寧波、重慶竹高からなっていたが、2014年の第38回世界遺産委員会で、桂林、石兵、金仏山、漢口の各カルスト地域が加えられた。大石林と小石林は高さ30メートルにもなる、槍のような形をした無数の岩がそびえ立つ景勝地で、これらは古生代ペルム紀の石灰岩層が雨水による養殖を受けて形成されたものである。そこから数キロメートル北にの古石林がある。の古は、この地域に住む異族の言葉で黒いを意味する。その名の通り黒っぽい、苦排出石灰岩からなる。養殖によって形成された峰林、峰層と呼ばれる円錐型の小高い山々が連なる。大七高と小七高は景勝地として知られる。この地域には希少な動植物が数多く見られることも登録理由の一つとなっている。口天江、天王山峡、腐葉道の3カ所が登録されている。口天江は地下水が石灰岩層を養殖して、巨大な洞窟がうがたれた結果、その天井部が崩落してできた大穴である。天王山峡は同じく養殖によって形成された大きな洞窟が一部の天井を残して崩落、消滅し、3つの天然のアーチとなったもの。腐葉道は総延長およそ2800メートルの鍾乳洞である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。小石林。ありがとうございます。